前ら今週のマガジン見たか？見ただろう。グッドエンディング見たか？見たよな。もうこっからネタバレだけど、おじさんね、この子たちをね、高校入学当時からずっと見てきた。ずっと見てきたよ。でもね、宇都宮くんがね、まさかこんなプレイボーイになるとは思わなかったよ。いやだって最初覚えてる？グッドエンディングの最初の方、宇都宮くんは好きな子がいたのにだよ。これなかなか告白とかできなくってモテないキャラだったんだよ。なのにだよ。で今は念願かなってその大好きな人と付き合ってん、付き合ってんのに今度はその大好きな人を振るというね、この愚行に出てきたわけですよ。なめとんのか宇都宮と。お前らいつからそんなこう、ね、モテモテになって、もうこうプレイボーイになって女をこうバサッと捨てるみたいなキャラになったんだと、宇都宮くんと。もうグッドエンディングはほんとね、昼ドラをなんていうんですか、人妻とかそういうのじゃなくて若くしてドロドロしてる感じが最高ですね。大沼さんに俺はすごい期待してるんだけどね、なかなか大沼さんが出てこない。そろそろここの、なんていうんですか、前まで結構そういう三角関係に強引に大沼さんがグイ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 こう、宇都宮くんを落としに行ってたんだけどね。いかんせんね、最近はそのグイグイがないんですよ、大沼さん。僕はね、大沼さんに期待してるんで、ぜひ、もう一回書き回してください。へー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 、10月27日はめぐい TV ライブに来いよ。いつもより面白いネタ用意待ってっからよ。会場は東京新宿だ。チケット絶賛発売中。コンビニで買えるからな。売り切れごめんだぜ。会場で俺と握手。